シークへの全面侵攻が始まった。分離主義者は我々の艦隊の離陸を阻止する気だ。近くのクルーザーにも攻撃部隊が追い込まれた。はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ジオノーシス防御側やらせてくださると遊んでいきましょう。ジオノーシスなんか頭バグってんな。ナブー怖すぎて。キャシークの防御側ですね。もうナブー付近にいるということだけで、長いくらいに すげえとこまで持ってったな。あれトピンにはいけないよな。輸送車ディスラプター命中してるのに俺は何をしている。あれはリセットしよう。あれは絶対にリセットの方がいい。では絶対的にリセットの方がいい。これ右取られてんのやばくない。ドロイドをマークした。右取り返しに行った方がいい気がする。右取り返したいね。右取り返すか真ん中打つか。全部取られてないこれ。全部取られてる。一発しか撃てなかった。一発しか撃てなかったね。さてと、撃ち方の問題は多々ありそうだが、とりあえず散らすために運びていいけど、味方もそんな来てないんだよな。そうだね、うちの分隊リストもそんなには機能しておらぬ。やばい、すげえ偏ってるせいで、クラスすげえ難しくない。スナイプされそうこれ。かついこれ。おーはい、やばいっす。来てるっす。来てるんだよ。味方の援護ないな。いやー運んでる位置が悪すぎ。運んでる位置が悪すぎ。もっと撃てるところで止めないと。前線人いねえな。うちスナイパーばっかりか。いやー意味ないんだけどなー。なんでこんなのに憧れちゃってるんだ。ドロイドを探知した。それ撃ってこうな。てかそこにいるやつをなんで放置なん。なんで放置なん。そこにいるやつら。おーい。その前出てくる。いるいるいる。横横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 。冗談みたいな動きになってるけど。輸送車が第二チェックポイントに到着。そこいるじゃん。敵をキャンセル。撃ってこ。そこ拾って。拾ってくれ。そこ拾ってよ。4ディスラプター命中。なんだ、なんでこんななってる。どっかいる。もう一戦車だ。全く味方拾わんな。いや、ヒーロー出してもしょうがないからな。だって、撃ってないから。必要なの、撃てる人だからな。ヒーローでライン上げてても、誰もまともに運んでない、撃ってないだから。どうしようもない。これ、さらにタンクやらなきゃいけなくなったな。タンク行ってほしいんだけど。わかんない感じで死んでいったが、ただもう左ライン上げれないんだよな。頼むから味方、俺のどっ
から出てきてくんねえかな。運びたいけど、そもそも援護が誰も来ないから、ここで死ぬのはアホだな。味方の援護が来ないんだよな。いや俺ここで死ぬぞ結局。いや運んではいけなそうこれ。撃たれてもいないけど俺撃たれてもいないんだがどういうことですか今の動機がずれてるとかそういうこと。タルトに支援させる。なんでこんな前線人足りないのこれ一生前線人足りないのと。撃ってグリーバスだよ。グリーバスは普通にやれるだろう。グリーバスは普通にやれるだろう。倒しても敵いるんだが倒しても敵いるんですけど、そうせめて撃ってこう。撃っておお。もう一発は撃てず、運んできてる人を護衛しないとまずい。ちょっとライン下がりすぎなんだよな。もはやあのチームメイトほとんど見てねえしな。残り2つは運んでないのか。運んでくれ。どこ行った？どこ行った？地下壊せどんどん。まだタンクル。とにかく撃たなきゃダメだ。とにかく撃つんだよ。撃って下げるんだよ相手のラインを。いい、運ぶ意思いいよ。運ぶ意思いいけど相当ラインは上げられているよ。なんで君はショットガンで運搬車ではなく私を狙っているんだ。輸送車にディクトスターが命中。上がって再武装だ。第2部隊前に出ろ。味方にかぶっておけない。味方にかぶっておけないのやめて。索敵も少ないのか。索敵も少ないんか。止めろ止めろ少なからず止めるんだ。まだ撃てる。いいよ。
俺たちのワンチャンドリームを。マレット展開中。撃ってない。そんなことはない。いいよいいよ、マジ連打いいよ。大型兵員輸送車にダメージ。至近距離で撃っていく。まだ撃てるんじゃないか、まだ撃てるんじゃないか。まあでも終盤粘った、終盤粘りは見せた。うちの軍隊もなんか実は撃たないと見せかけて撃つパターンで、うちのヒーローが後ろ向きではないということは非常に評価できるんじゃないか。頑張ろう。まだある頑張ろう。多分そんなにねタンクに刺さらなそうだから、俺はなんかワンピック取って、ワンピック取ったら下がりたいんだよな。もう武装変えたいんだよな。痛い。大型兵員輸送車名てかいないの味方。ヒーロー使わなきゃまずい感じか。ヒーロー使った方がいいのかな。後ろ多くなっちゃったな。味方が左が守ってるから、まあ一箇所守りしかないか。まあでもこれヒーロー使わないと裏になっちゃうときついかな。やばくない結構、思いっきり置かれてる。思いっきり置かれてる。味方おらずのパターンのやつ。いやー、おらずかこれ、まだ相手のヒーロー。なんかないでしょ、もう。いや、使った方が良かったんかな、今の、ま。こっちの守りは硬いだろうから。てか、硬くなくね？こっち二人しかいないじゃん、守り。絶対やばそうなのと、結果タンク放置なのは変わんないのか。なんか絶対こっちじゃない気がする。やばい、俺が出し渋ったせいで、脳が鍛えて出し渋ったせいでチームがまずいことになっている。ナイス。ダールティカバーしてくれ、欲しい。奥からの車線は来てんだけど、奥からの車線だけでは世界は守れないんじゃないか。おぶね、遠くからの車線だけでは世界は守れない。そう、行くんだ。現場だ、現場。味方の方が少なくなった、味方の方が少なくなった。その現場に向かえ。ほら、その辺いませんでした。もうヨーダが一人で頑張ってる形になっちゃっている。はい、痛い痛い痛い。な、いや、なんか置けなかった。いるのか、まさかスタン野郎が。スタン野郎がいるんじゃないか。アイデンかファズマか。いや、リモバク置けんかったわ。一瞬スタン食らってリモバク置けなかった。入れ食いだとかって思ったのに。あ、いるのか。タンク見てほしいね。これタンク用の装備じゃないから。忍者削ればいい、置かせないように。グレー投げた。裏に潜んでるやつはおらん。ボスが倒した。
ヨーダ一人で頑張ってくれてるわ。ごめんな、俺があの瞬間出せば。また受けんかったな。まあ間に合わないよね、これは間に合わない。危な、いや使う時だったか。出し渋ったばっかりにグズグズになったな。ちょ、ナブーに脳を焼かれて出し渋ったばかりにグズグズになった。よくあの前線足りない状況からあれね、さすがに序盤はちょっと後ろ目から撃とうかっていうノリだったんかな。まあ、それはあるかもしれないね。で、あ、ちょっと無理だな。噛み合ってないなってことで、戦い方を変えた可能性もあるね。いや、それだといいんだよな。もう最後まで後ろだと、えらいことになっちゃってたから。いや、でも頑張った。頑張った。とりあえず、作戦行動しつつ、行動周りの敵を排除するパターンを。あとちょっとやっぱ、慣れてないなら索敵を多めに持ってった方がよかったかもね。結構後ろ後ろ、いる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 みたいな、相手の前線のプレッシャーに負けて結構打ち負けてるシーン多かったからな。はい、というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。